鳥海山木のおもちゃ館の佐藤です。今週ご紹介するおもちゃはこちらになります。こちらはウォーベルという名前の、おもちゃになります。これはですね、まあこうゆらゆらする、木製のバランスボードといった方がいいのかもしれません。はい、でこれは、まあ、いろんな遊び方があるんですけども、例えば、まあ、こう揺れるのでやっぱりこうなっているとちょっと立ちたくなるかと思うのでちょっと立ってみたいと思います。でこれ、ちょっとこれ遊ぶ前に注意点といいますか、遊ぶ時に、まあ、どの形でもあれなんですけどもこう指を挟んでこう入れちゃうとちょっと怪我にもつながるの でこの足の方もですねこう踏んじゃうと痛いのでそこをちょっと気をつけていただきたいのと、あとは私今靴履いたままでやりますけども靴下でやるとちょっと滑りやすいかもしれないので、あの靴かあとはあの靴下を脱いで裸足で遊んでいただければと思いますので、そこだけあの一緒についている親御さんもちょっと見ていただければと思います。じゃちょっと私今回失礼して靴のままやりたいと思います。まあバランスなのでまあゆらゆらするんですけども、これを足をちょっと広げるとちょっとこう足を使いながら揺れますし、もうちょっと広く取るとこうかなりこう、動きが、あこれだいぶ足にきますね。あのエクササイズにもなるかなと思います。でこれ、結構こう今力入ってますんで、本当にいい運動になります。はい、で、あとはこれ今、まあ、バランスボードが立ってましたけども、まあ、立つだけじゃなくて例えばもう座って、しました。ごめんなさい。ちょっとバランスが悪いのですみません。まあこう例えばこうちょっと寝そべる感じでこうただゆらゆらするだけでもいいかもしれませんけど、実はこれも今すごいエクササイズというか、これ今すごい腹筋が腹直筋というんですかね。それが今すごい鍛えられてます。でもただこうゆらゆらすると結構気持ちいいですので。例えば小さいお子さん、私ちょっと大きいですけど、あの小さいお子さんここに乗せてあげて、あのそばでこうゆらゆらさせてあげても気持ちいいかなと思います。はい、であとはこれ、まあ、バランスボードと言いながらも、まあ、人が乗るだけじゃなくて、例えば今ちょっと持ってきましたけどこういう車をこう遊ばせてあげてもいいかなと思います。まあ、車だけじゃなくて、何でもいいんです。転がるおもちゃであれば何でもいいかなと思います。あとはこれ、今この状態で使ってますけども、これ、逆に立てた状態で遊んでもいいとなってますので、これあのフェルトがついているタイプになってます。ついてないものもあるんですけども、こちらはフェルトついたものです。例えばここも同じように車遊んだり、ここをトンネルに見立てて車を遊ばせたり、そういうこともできます。あとは、これもちょっとストレッチになるんですけど、ここにこう寝そべって、おお寝そべってやるとこうなんていうの、背中が伸びてすごく気持ちいいものになります。おおいいですね。はい、これもぜひ皆さんやってみてください。はい、で私今散々やりましたけども、私今、60キロですけども、体荷重、重さもちょっと心配で大人の方大丈夫かなと思うんですけど、一応これ設計上は200キロまで OK となってますので、それ以上の方はちょっとご勘弁いただければと思うんですけども、まずそこまで、体荷重もしっかりしてますので、ぜひ皆さん子供だけじゃなくて大人の方も遊んでいただければと思います。で、まあ、この状態で例えば 座って例えばお子さんを座らせて、例えば絵本の読み聞かせとかそういったこともできますし、あとは逆にさっきみたいにこの反った状態で
例えば一緒に座って、まあそれこそなんていうんですかね、抱っこさせて一緒にゆらゆらしたりだとか、あと最近ここのおもちゃ館もお子さんだけじゃなくて、それこそ若い男女のカップとかもよくいらっしゃってくださってますので、そういった方が例えばこれに座ると、普通のまっすぐのベンチだと、まあ座る位置によって距離があれですけども、これはもう座るともう必然的にこう中央に寄ってきますので、まあより仲良くなるんじゃないでしょうか。はい、ぜひ皆さん、まあもともと仲がいい方が来ると思うんであれですけども、はい、寄り添っていいんじゃないでしょうか。はい、そんな使い方もいいかなと思います。はい、まあいろいろ使えますので、はい、ぜひ皆さん遊んでみて、乗ったり、まずいずれ触れてみてください。はい、こちらは、ウォーベルという名前の、おもちゃになります。ぜひ皆さん遊んでみてください。鳥海山木のおもちゃ館は本庄インターチェンジを降りて車で10分の距離にあります。行き方は本庄インターチェンジを降りて左折し、万願寺の信号を右折、そこから次の信号がある玉の池交差点を左折し、1キロほど進むと鳥海山木のおもちゃ館の看板が見えてきますので、そこを右折してください。道内に進むと建物が見えてきますので、踏切を越えてすぐ右折した先の駐車場に車を止めていただきます。ぜひ皆さんお越しください。お待ちしております。